ちは、のりたろうです。サワディカップということで、今は私はタイのシラチャというところにあるキーンというコンドミニアムに長期滞在しております。本日は10月の12日なんですが、こちら毎日常夏で半袖でも暑いくらいです。ということで、今回の動画はのりたろうのタイ日村ツアーや、普通に旅行でタイに行きたいなと思っているけどいろいろとわからないので行けないなという方向けに、タイのバンコクにある世界最大の空港であるスワンナプム空港に降り立ってから、ここシラチャにあるキーンのコンドミニアムまでの交通手段とか、あとは保険をどうするかとか、あとは両替をどうするかとか、携帯のSIMなどをどうすればいいかというのを、これを見れば安心してタイに来ていただけるように一本の動画にまとめていました。日本からタイの他の場所も基本的にこの動画を見れば OK という感じで動画を作っておりますので、早速見ていきましょうということで、今回の内容は順番にこのようになっています。旅行保険不要、家族分の保険も賄える最強のカード、格安航空券の購入はトリップドットコム、携帯の SIM は eSIM でバッチリ、両替レート最強はここ、タクシー不要、移動はボルトかグラブが丸得、近場の移動はやっぱりトゥクトゥク、シラチャダントツナンバーワンレストランはここ、シラチャのコンドミニアムはキーンがナンバーワンということで、まずは旅行前の準備から参りましょう。旅行保険不要、家族分の保険も賄える最強のカードということで、まずは海外での怪我とか病気が怖いという方向けに、まあ、保険会社で旅行保険に入るのもいいんですが、まあ、ちょっと高いですよね。カードで航空券を買うだけで、旅行保険が付帯しているカードがあることをご存知でしょうか。まあ、こういうカードは結構あるんですが、ほとんどのカードは契約者本人のみの保険適用なんですが、なんと一緒に同行する家族までも保険が適用されるカードがあります。それがこのゴールドカードセゾンです。こちらのカードで航空券ですね、移動手段の航空券を購入しておけば、そこから90日間旅行中の万一の怪我とか病気を本人だけでなく家族の分まで保証してくれるというすごいカードになります。詳しくは概要欄に貼っておきますので、そちらをご覧ください。ということで次に参りましょう。格安航空券の購入はトリップドットコムということで、こちらは好き好きですが、トリップドットコムですとこのように簡単に、最安値の航空券が予約できますので、特にここじゃなくてはいけないということがない場合は使ってみてもいいんじゃないでしょうか。使い方も分かりやすく、片道とか往復とか、あとは複数都市など複雑な旅行にも対応しておりまして、絞り込みも最安値で絞り込めば、その時の最安値順にこう表示されますので、ここで言うと成田からバンコクまで最安値の航空便で22,310円ということで、簡単に予約できます。こちらも概要欄に貼っておきますので参考にしてみてください。それでは続いてまいりましょう。携帯の SIM は eSIM でバッチリということで、短期滞在であれば eSIM というサービスが各携帯会社ごとにありますので、それぞれの携帯会社でやり方を調べられるといいと思います。私はソフトバンクを使ってるんですが、ソフトバンクですとこんな感じで iPhone X やそれ以前の端末は eSIM に対応してないので、新しい機種の方は SIM カードをこう入れ替える必要がないので eSIM が便利かなと思います。使い方は概要欄に貼っておきます。タイでは1日518円で1日500メガバイト使えますので、これで十分じゃないかなと思います。ちなみに私の場合は長期滞在する予定だったので、50バーツで SIM を買って、1年契約で毎月5ギガ使えるプランで2500バーツだったので、合計2550バーツでした。日本円に直すと 2550×レートが 4.4 倍になりますので、11,220円で1年間使えるプランにしました。長期滞在とかタイでの銀行口座開設なんかをお考えの方はこちらが便利かなと思います。そして SIM を新たに購入する場合は、
もし使ってない古いスマホなどがある場合はそちらを対応にすると設定をいちいち変えなくていいので便利です。ソフトバンクの eSIM のやり方は概要欄に貼っておけますのでこちらをご参考にしてください。それでは続いて両替レート最強はここということで、日本円をタイバーツに両替するのであれば交換レートが 最悪なのが空港に降りてすぐの両替所です。バンコクのスワンナプム空港であれば、最初に出てすぐのところじゃなくて地下1階まで降りたところの両替所が、空港の中では最安値となりますので、そちらでタクシー代とかとりあえず必要なお金の3万円ぐらいは両替しておくと良いかと思いますが、やっぱり為替レート最強はここということで、町の両替所ということで空港はどうしても割高になります。でここのタイのシラチャでは、ここユーセーブユーサーブ2っていうような感じのところなんですが、看板に外貨両替と書いてあり、金の近くにあるイオンのすぐ向かい側なので分かりやすいところにあります。ここがこの辺では最も交換レートがいいところになります。ここは10月6日頃で 0.223 ということで、1万円出すと2230バーツがもらえるというレートでしたが、空港の1階では出てすぐのところですね、 0.19 ぐらいで1万円で1900バーツしかもらえないという、結構ぼったくりなレートでした。空港の地下のところでも 0.2 ぐらいかと思いますが、この町の両替所が最もレートがいいと思いますので、こちらも Google マップを概要欄に貼り付けておきますので、こちらに来られる方は参考にしてみてください。続いてまいりましょう。タクシー不要、移動はボルトかグラブが丸得ということで、空港からの移動はタクシーが分かりやすくてとても便利なんですが、いろいろぼったくりなんかもあるので、スマホを使いこなせる方ならボルトとかグラブという配車アプリが便利になります。グラブであれば空港1階のタクシー乗り場のエグジット4 4番出口を出るとこのようにグラブの乗り場がありますので、そちらで車を呼ぶと便利です。ただアプリで呼ぶのもよくわからなくて不安だという方は、割高にはなるんですが、やはりタクシーが空港からは分かりやすくて便利です。で、標識に従って1階のこんな感じのところを通ると端末がありますので、ゲットチケットというところを押すとレシートが発行されます。で、そこにはレーンナンバーという形でナンバーが書いてありますので、そのレシートに書いてあるレーンナンバーのところに行くとそのままタクシーに乗れるシステムになっています。タクシーは基本的に口ぼったくりされるので、交渉ができない方はタクシーはあまり乗らない方がいいんですが、それを承知で、やっぱり乗るしかないかなと思います。配車アプリでもタクシーでもシラチャのキーンコンドといって Google マップで行き先を示すとそこまで乗せてくれます。ということで これも概要欄に貼っておきますので、そちらを参考に見せてこちらまでたどり着けるかなと思います。ということで、これで無事にタイヒムラであるキーンコンドミニアムに到着できるかと思います。ということで、今度はこの周辺ですね、シラチャの周辺情報になります。ここは別にシラチャに限ったことはないんですが、近場の移動はやっぱりトゥクトゥクということで、タイといえばやっぱりトゥクトゥクでしょうということで、シラチャのキーンコンドミニアムの、こちらのコンドミニアムの前には常に数台のトゥクトゥクが待機してますので、天気のいい日はやっぱりトゥクトゥクで移動も風情がありつつ結構スリリングだったりするので、あまり遠くない近場に行くのをおすすめするんですが、そういうところは使ってもいいかなと思います。ということで、次参りましょう。港町であるタイのシラチャの良いところ紹介ということで、シラチャダントツナンバーワンレストランはここということで、シラチャの人も口を揃えてナンバーワンというレストランで、タイヒムラツアーで来られた方は必ず行く場所になりますが、それがここムーンアロイという場所になります。
Google マップでこう見ていただくと分かると思うんですが、レビュー数が1万500件もありながら星が 4.4 ということで、化け物のようなレストランになります。まあ、水槽では巨大なピラルクーとかですね、ガーとかレッドテールキャットみたいな熱帯魚がおり、巨大なやつが泳いでおりまして、お店の目の前にはサンセットビーチが広がっております。で、夕方にはやはりめちゃくちゃ綺麗な夕焼けを見ながら美味しいタイ料理を楽しめるというところになります。もちろん目の前のビーチで遊んでもいいですし、とにかく風景は抜群です。そして料理も驚くほど美味しくて、まあ、こちらは名物のカブトガニ料理で、まあ、日本では天然記念物のカブトガニを味わうことができます。まあ、卵を食べるんですが、まあ、なかなかこう珍味というかですね、美味しい味になります。で、料理はどれも美味しいんですが、私の一番のおすすめは手長エビ料理で、まあ、大きくて身もプリプリしてめちゃくちゃ美味しいものになりますので、まあ、手長エビも水槽で泳いでて、まあ、それを料理してくれるような形になりますので、新鮮でめちゃくちゃ美味しいです。ということで、このレストランムーンアロイも太平村ツアーの料金に含まれておりますので、まあ、概要欄に太平村ツアーの詳細を貼っておきますので、ぜひご確認ください。ということで、それでは最後、ここシラチャのコンドミニアムはキーンがナンバーワンということで、最後はこちらに来た際に泊まれる、まあ、このコンドミニアムの簡単なルームツアーをご覧ください。中に入るとこんな感じで、とても家具も洗練されてて綺麗な部屋です。バス、トイレ、洗面所は一緒になっていて、とても広々とした空間になっています。途中にウォークインクローゼットもありまして、こんな感じで服もいっぱい入ります。で、ベッドルームはツインベッドでこんな感じでゆったりしていて、景色も最高です。間仕切りがあってカーテンが閉められるんですが、こちらのリビングの外には、洗濯機もありまして、こちらでしばらく生活することも可能です。で、特にここは夜景が綺麗なので、また夜の風景後で撮りたいと思います。で、冷蔵庫、電子レンジなんかもありまして、食器なんかも場所によっては揃ってたりします。こんな感じですね。なので、しばらく、こういうところでコンドミニアムで過ごすことは特に不便なく、まあ、快適に過ごせるような感じになっています。こちらが部屋から見える夜景になります。このように車のテールライトがかなり綺麗で、綺麗な夜景が楽しめます。ということで、皆様いかがでしたでしょうか。ここでしたらしばらく快適に過ごすことができますし、私の部屋も、まあ、少し先ほどの画像のよりは広い間取りになるんですが、まあ、とても快適に過ごせています。ちなみにこちらはシラチャでも中心地でして、目の前徒歩3分のところにはロビンソンデパートというデパートがあり、これは日本でいうイオンモールぐらいのショップが入っているデパートで、その前にはですね、夕方に100軒ぐらい出店が毎日出てる、とても賑やかなショッピングモールになります。そちらの屋台はですね、出店の屋台は
非常に安くて美味しいものがいっぱいあって、まあ、レベルが非常に高いので、かなりおすすめな場所になります。そしてすぐ裏手には繁華街が広がっておりまして、またイオンモールも歩いて5分ほどのところにありまして、あとは警察署とか病院も近くにあるということで、まさにここキーンはシラチャの中心地といった立地条件のところにありますので、本当に暮らしに不便は感じない場所になっております。ということで、ぜひとも皆様いきなり、まあ、長期滞在は難しいでしょうから、堆肥村ツアーなどに参加いただければ、まあ、いろいろとこういったオンラインでは喋れない、オフラインでしかお伝えできない裏技なんかもお伝えすることができますので、ぜひご参加をお待ちしております。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。いつもご視聴くださっている皆様、いつも本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツタイということで6分間ありがとうございました。